こんにちは。中小企業診断士の方です。チャット GPT の GPT 図を使ってですね、品質管理活動、QC 活動と言われますけども、これのですね、AI を制作しています。で、今ですね、読み込みを始め、機械学習を始めさせていたところですが、もうすでに品質管理活動の定義をですね、入れました。その結果ですね、AI の方ではこのように理解したということで、出してきております。次の項目を入れたいと思います。QC サークルっていうのですね。この定義を入れていますね。QC サークルとは何かっていうことですね。これで機械学習を進めていきたいと思います。始まりましたね。このように、GPT 図上にですね、AI をどん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 作っていくことが可能となります。なかなか優れもんですよね。入れれば入れるほど、賢くなるので、今言ってます。QC サークルの目的っていうやつをちょっと入れてみたいと思います。結構賢いですね。で、このような、ですね、QC 活動のですね、支援ツールを、AI 支援ツールを作るわけですが、いくつか疑問点があってですね、チャット GPT の方に質問をしてきました。まず、チャット GPT の GPTs が取り扱えるファイルを教えてくださいということで、これはテキストファイルとですね、画像ファイルが使えますということが分かりました。なので、例えば設計図面とかだったら、例えば JPEG ファイルにして中に入れていけばいいということです。で、CSV ファイルは出力できますかっていうことで、CSV ファイルはですね、出力できるということなので、実際に CSV ファイルを作ってみました。これですね、コピーコードっていうので、これで、貼り付けていけば CSV ファイルができるということです。で、当然ながら CSV ファイルって事実上 Excel なので、Excel のですね、フォーマットがこれで簡単に作れるということです。次にですね、パレート図という図は書けるかと聞いてみたら、何を言ってきたかというとですね、具体的なデータセットをお持ちであれば、そのデータでパレート図を作ることができるというふうに言ってきたんです。あ、作る気は満々だよね。これもすごいね。で、実際にこう年間の売上高で、本当にはないんだけど、商品 A は100円売れたと。B は1000円売れた。C は700円売れた。D は1200円売れた。E は50円売れた。F が600円売れた。パレット図を書けますかっていうと、このようになります。基本的にデータの大きい順、高順というんですが、データの大きい順に並べて、それの総和を求めているのが、この折れ線グラフです。なかなかですね、ここまでちゃんと作るとは思わなかったんで、大びっくりであります。
今日はこんなところで、終わりにします。ここでポイントは、QC サークルを、支援する AI ツールは作れそうだということが分かったということで、終了とします。また、チャンネル登録をよろしくお願いします。実務的な話題についてお話をしたいと思います。よろしくお願いします。